神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。ディアガール談話室。何かに悩めるディアナガールから僕らのところに普通のストーリーことふつストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネームまんじゅうさんから、いい名前ですね、まんじゅうさんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。では紹介していきましょう。まんじゅうのお便り。私の親戚には3歳の女の子がいて、最近その子と遊ぶ機会がありました。その時私は彼女と初めてごっこ遊びをしたのですが、馬や子供などを演じるのは恥ずかしく、途中で役を放棄してしまいました。このままだとそのうち彼女とごっこ遊びができなくなってしまうかもしれません。恥を捨てる方法を教えてください。なるほどね。ごっこ遊び、ごっこ遊び、やっぱ子供は本気ですからね。やったね、それをこう付き合っていくためには恥を捨てなきゃいけないんですね。あ、大人になったら難しいけどな。難しいんでしょうね、恥じゃな。わかりました。じゃあ今から僕ら恥を捨てて本気のごっこ遊びをやっていきます。わかりました。ただし、はい、テンションが続かないと思うんで、うん、1回につき30秒です。おお、なるほど、制限時間付きか。そうですね。あ、それならできるかもしれない。それ以上はもう40代の体にはもう負担がかかりすぎて。そうだね、命に関わる。命に関わりますので。30秒、30秒です。わかった、全力で。よし、小野くん、今からごっこ遊びしようぜ。うん。なあなあ小野くん。なんだよ小野くん。なになになに、金持ち爆買いごっこしようぜ。あ、いいね、しようぜ、しようぜ。俺100兆億万円持ってる。うそ、俺100億兆万外円持ってる。100億兆万円持ってる。俺100億兆万円で、俺こっからここまで、全部DVD が、こっからここまでって、手で表現したけど、DVD の棚全部じゃん。終わり、終わり、早えな。あっという間に落ちたよ。DVD の内容今俺説明しようと思ったけど終わっちゃった。じゃあ次は、次は何か、神谷くん、カーレースごっこしようぜ。カーレースごっこやる。いいや、カーレースごっこやろうぜ。じゃあ俺、これ、俺ポルシェ、俺超速い、爆速い超やつ、俺のエンジンが100億兆キロ出る。50リッターの100億兆キロ出る。だからもうすごいよ、ブワンってなって飛ぶよ。すげえ、100億兆キロ出るやつ、速すぎて俺もう超速い、もう音速より速いから、ブワンだから、曲がりきれずコースアウトするぐらいだから、もう超速いから、うん、宇宙に飛んでいくし、高速よりも速いっていうふうに言われてる。100億兆キロ出るあのエンジン積んでる、俺のは、クラウンに乗る。クラウンかい。俺か。なんだよ、なんだよ、どうしたの、息上がってんじゃねえか。神谷くん、30秒って長いね。意外と神谷くん意外と長いの、俺も思った。意外と長い、これ、わかる、わかりみ、うん、まだ分かりみあるわ、まだ遊ぶんだ。いや、じゃあ何やる。次、なんだよ、まだ遊び足りなくない。うん、よし、次は馬券で万馬券当たったごっこしようぜ。いいよ、イエーイ、俺万馬券当たった。100億兆万馬券当たった。いやー、俺あの三連単が当たってさ、これ見て、1ナユタ、うん、1ナユタ、1ナユタ、ナユタだよ。もう、それすげえ、ナユタって聞いたことある。ナユタ万円、ある、ナユタ万円、ナユタ万円、儲かった、儲けたぜーって、これハゲマルね、儲けたぜーって舌が、それピカハゲマル、舌が鼻にくっついてるから。もう、塚瀬のりこさんだったっけ。すん、正解。マジか、儲けたぜ。終わっちゃった、終わっちゃったよ。なら神谷くん。いや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 、神谷くん、三連単とかさ、子供が言いそうな言葉じゃないじゃん。そうだね、めんごめんご、あとなゆたとか多分ね、子供出てこない。ああ、あそうぎとか出てこない。あそうぎとか出てこないか。あそうぎとか出てこない。1K とか1外とか出てこないかな。からやっぱ超ぐらいまでじゃね。超か、超、それがやっぱ、K とか外とか出てこない、ね、らしさか、らしさだね。これどうする、え、どうすんのこれ。次行った方がいいね。やるか、やるか。神谷くん、はいよ、美女はべらかすごっこしようぜ。やろうぜ、女遊びしようぜ。美女、小野くん、女遊びしようぜ。神谷くん、見て見て、
スパイスガールズ全員と付き合ってるよ俺。スパイスガールズ全員とかよ。お前ベッカムがすげえ大変なことになってる。ベッカムが嫉妬してるよ、向こうで見てる。嫉妬してるよ、すげえリフティングしてるわ、うん、すごいアーリークロス上げてきてる、こっちに怒りのリフティングしてるわ。弾丸シュートだ、見てマジかよ。みんなワナビ歌ってるよ、ほらマジかよ、すげえな。どうしたカイアン、カイアンモテてんじゃないの。モテてる、すげえモテてるよ。なんだっけあのミユがすげえさ進めてきたさ、あのアイドルのグループ、アイドルグループなんだっけ、ミユがさ毎なんか毎週行ってきた20の全員もしかして、まあ、マコ、マコは知ってる俺。すげえ 毎日なんかこう言われてたじゃん、20のさ、あの最近ずっとね、おそ松さんのね、アフレコの時にね、そうすげえなんか覚えた、あんたは知ってるマコ、野沢雅子さんでしょ。そうなの、唯一マコだけ覚えた、覚えたんだね、うん、マコさんが好きだからマコだけ覚えた、覚えたんだ、うん、カナさん覚えた覚えたって言われた、ああ知ってるよマコでしょって言ったら、お前が言ってんのマコさんだろって言われて、違うのって言っちゃったけどね。ああこれは難しかった、これ難しかったな。ああ美女はべらすごっこはもう夢のような話だけどね、だったな、ただごっこなんだね。ということでディアネームまんじゅうさん、こうやって恥を捨てれば本気のごっこ遊びできますよ。参考になってねえだろ今回のやつは。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアボイス、番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集し、アニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイトをディアガールで配信していきます。今回は神谷さんのボイスを配信しますよ。つみきさんからリクエストいただいたこちらのセリフです。夏のキャンプ行くなら真冬に決まってんだろ。僕この回の放送聞いたんですけど、うん、あの人やばいっすね。本当だよ。あの人喋らしちゃダメだと思いますよ。あなたでしょ。あの回特にどうかしてましたよね。大丈夫ですか、あんな放送して。大自然は人をどうにかさせてしまうのかね。どうにかさしちゃうのかしんないけどね。なんなんですかね、あの暴言の数々。暴言そうだったね。まあ、しょうがないんですよ。神谷浩史の笑いのほとんどは暴言なんですよね。暴言が、暴言が愚痴だっていうのは分かってるんです。だからまあ、ここで喋ってることって、多分僕は普段はあんまりそういうこと喋らないので、なんかこう毒をここで抜いてるんだと思うんですよね。ラジオで、そうそうそう、ここで言いたい放題言わせてもらって、はい、ラジオ以外では至っておとなしい男なので、まあ確かにね。だからなんかこう冷静になって、この時の放送を聞いて、この人は大丈夫なのって思っちゃいましたからね、心配になっちゃって。ロケ番組はバカって言ってた。そうなんですよ。声優ラジオ番組はやたらロケに行きたがるっていうね、うん、そういうバカなこと言ってんじゃないよって話をしたんですよ、うん、これね、そうちょっと僕ね説明不足だったっていうのはね、ちょっと反省してるんですよ、うん、あ、そうなんですか、ロケが何が大変かっていうと、僕らっていうよりはスタッフさんが大変なんです、うんうん、あ、そうかもしれない、はい、確かに確かに、ロケ班に行かなきゃいけないでしょ、うんうんうん、機材も増えるし、うんうんうん、で時間はね、今もう僕らちょっとリハーサルやって疲れてるんで、時間配分が今回間違えてディアボイスのこのコーナーの中でやたら喋るっていう裏技を僕は今ね、うん、披露してますけれども、なかなか聞けないこれ、なかなかないですよ、うん、こんなこと時間完全に誤ってますから、うんうん、コーナー終わってちょっとショートしてんなと思ったからさ、もう大丈夫かと思って、エンディングで喋ろうかなって言ってたんですけども、俺はもうディアボイスのコーナーで喋りますよ、もうちょっとね説明しようか、そうなんです、うん、あの回はちょっと僕が言葉が足りなくて、うん、興奮しすぎてて、そうなんだ ね、ここでじゃあちょっとそうそう、はい、あれはもうスタッフさんが大変なんですと、あ準備 ね、うん、で撮った素材を編集しなきゃいけないじゃないですか、うん、確かにそうだ、で何本になるかも分かんないし本当だよ、実質増えたしね、でしかも寒いしね、やっぱりね、うんうん、そういう劣悪な環境でやるっていうのはやっぱり僕らも含めてね、うんうん、スタッフさんが一番大変だから、僕ロケあんま好きじゃないんですよ、うん、そういうことね、そうよっぽど僕らが頑張んないと面白いもんなんないから、ああそうかもしれんわ、はい、そうなの、それが言いたかった、そうそうそう、だから夏のキャンプになんか行ったって面白くもなんともねえんだよ、行くなら真冬に決まってんだろ。無理させてくれってことでしょ、だからそうなんです、頑張る、行くんだったら無理しないと面白くないです、神谷さんでは冬のキャンプが大好きということで、いや大好きじゃないです、ありがとうございます、本当に行きたくないです、引き続きこのディアボイスではあなたからのリクエスト待ってます、来週は小野くんのボイスを配信します、お楽しみに。